オフィスツアーをねしていこうかなと。全部広い調子いいですね。いやいやいや人生初 Vlog ということで、はい、いっぱいいますね本当。はい、皆さんどうもこんにちは、公認会計士 YouTuber の黒井でございますけれども、今ですねこれ東京の日本橋にいるんですけれども、これなんでこれ日本橋にいるかっていうと、株式会社そばっていう会社ね、IT 企業かなんかわかんないですけど、それがですね日本橋にオフィス移転したというわけで、今日はちょっとそのオフィスツアーをねしていこうかなというふうに思いましてですね、でそこの社長がですね社長業しながら CPA 会計学院の講師もしているらしいんですよ。だからね、そんな忙しい社長はどんな、ね、生活してるのかで、どんなオフィスなのかっていうところですね、僕にね許可も取らずに、ね、移転 しやがったねやつがいると思うので、はい、ちょっとそれとねちょっと懲らしめに行こうというふうに思います、はい、では行きましょう。ここが会議室。こっちが会議室です。はあ、広い広い全部広いすげえな本当じゃあねお話伺っていきましょうかね。はい、はい、お願いします。緊張する白井さんがちゃんとしてる。いやちゃんとしてる白井さんなんか台本を送ってきた時に、そうあれこの人ってこんなちゃんとしてる人なんだちゃんと台本考えてる全部あの動画なんか全部アドリブみたいな感じ満載に出してるけど絶対無理無理全然真面目やんと無理無理じゃあ聞いていきましょうかね。はいお願いします。はい、ね、分かるわ。なんかキラキラしてるほんとキラキラしてるな本当。ただヒゲいじってるだけじゃないですじゃあはいやりましょうかね、はいはい、会議室にね、はい、来てましたけど本当にマジで綺麗だね。ありがとうございます。えこれはオフィス移転したの？移転したのはこの前の5月この5月移転して。はあ調子いいですね本当。いやいやいや創業何年目？創業今4期目入りました。4期目で日本橋にオフィスを構えて、最初の2年がずっとプロダクト開発をしてて、はいはい、あじゃあもう売り上げゼロで、売り上げゼロでホームページもなくひたすら作って、はいはいはい、で去年の10月に出して、はい、で今ちょうど1年ぐらいで170社ぐらい使ってくれて、そして3年もいて、はい、みたいな会計事務所。あこれは会計事務所なんですか？株式会社そばっていうのはそれ難しいんですけど、はい、一応会計事務所って今言ってて、会計事務所なんですね。そう僕 IT 企業かなと思ったんですけど、 そこはね絶妙で毎回ね説明に迷うんですけど、うん、バーチャル会計事務所そばっていうサービスなんですけど、はい、一応会計事務所なんで、はい、あの税理士さんとか会計事務所の代わりで、なんでうちのお客さんの9割ぐらいはもう顧問税理士をつけずにそばでやりますみたいな感じなんで、対お客さんって意味では会計事務所とか税理士さんだと思ってもらって大丈夫ですっていう感じなんですよ、はいはいはい、会計士とか税理士がやってたような業務を代わりに AI がとか、あそうプロダクトと AI で全部やっちゃうやってくれるってから、あ時代の革命じゃんもう俺らいらんかもしれない。やばいぞこれは時代があるぞ結構、まあ、会計士も会計士でちょっとあんまり難しかったんですけど、はい、税理士さん、社労士さん、司法書士さんとかやってるような業者さんと、はいはい、業者主士さんが言ってることを、はいはい、何をやってるかまず考えて、はいはい、これは機械でいいよねとか、はい、ここは人だよねみたいなのを分けるんですよね、イメージ的に、はい、でここ機械だよねって言ったところを機械化しているサービスを作ってて、はいはい、でそのサービス画面からここちょっと人に相談したみたいになったら人に相談できるようにして、うん、そこはその連携する事業さんに紹介したりするんで、前置さんとか社長さんいらなくなるっていうよりは、うん、なんか仕事してても、うん、いやここ別に機械でよくね感があるところを我々が機械でやって、はい、それをフックにお客さんが入ってきてるから、うん、もしなんかその人に相談したいみたいになった時、はい、例えば、うん、なんか税理士さんとかでも、うん、こうなんか税務調査とか、はい、節税がとかってなってこう個別性が強くなってくると、うん、もう機械じゃ無理なんで、うん、そういう時は税理士さんをつなぎたりとか、うん、社労士さんもこうちょっと凝った就業規則作りたいとか、うん、難しい助成金だとかってなると、はい、もう社長つないじゃうんで、うん、人がやるべきことに人が集中できるようにするために、うん、こちらのプロダクトを使ってAI で作ったりしてるのが、はいはいはい、うちの事務所。じゃあ対象としてはスタートアップ企業の方が、そうですね、そうですね、創業から、うん、今大体正社員が5名ぐらいまでが一番理想系なゾーンで、うん、あんま大きい会社だとちょっと僕らは対応しないことがあるんで、
で、あの専門家族もうすでにいるし、そう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 、なんで起業直後から正社員5名以下とか、うん、創業3年目ぐらいまでの会社さんとかがほとんどで、若い人も多いけど、でも結構業態は何でもあって、うん、あの IT ベンチャーみたいなの、まあ、多いは多いんですけど、うん、カフェとか農家さんとか、はい、工場とかレコード会社とかもあったりとか、で東京のお客さんが半分で、うん、残り半分は地方のお客さんなんで、うん、結構そこら辺は何でもいう感じなんで、もしでそう、なんたって期間でやるんで、うん、安いんですよ。あ、お安いんですね。お安いんでございます。お値段聞いていいでしょうか。お値段なんとですね、9,800円。うわー月額9,800円。マジですか。で安すぎない。会計全部、ローム、登記全部見るので、はいはい、多分日本で一番安いんですけど。そうだって普通に税理士とか社労士とかで相談したら、顧問税理士とか社労士とかって月3万以上するから。そうなんです、はいはいはい、なんで小さい会社さんであればもうそういうの、そこまでのこう、はいはい、すごいサービスじゃなくても、うんうん、ある程度限られるじゃないですか、やることってなったら、うん、うちの9,800円でいけるし、でもし難しいこと出てきたらスポットでこう頼めるようなシステムにしてあるので、うんうんうん、これが例えばなんかストックオプションの発行がちょっとつい出ちゃったとかってなったら、うん、じゃあこのストックオプションの強い商社さん紹介するんで、ここは追加で5万円でスポットでやってくださいみたいな感じになるんで、固定費は抑えつつ、うん、用事がある時だけ払うみたいな感じにして。スタートアップ本当にもうお金ないし、そうそうそう、調べる時間もないし、そうそうそう、時間ってやっぱお金はやっぱそこを節約できるようにっていうので、うん、じゃあこれ見てるとね、スタートアップの、まあ、経営者の方とかぜひスタートアップでやられた方ね、はい、ぜひ白井さんの YouTube 見たって言って連絡くれたら、白井さんにそのお寿司がおごられる。あ、じゃあ僕に僕にメリットがあるじゃあ大丈夫だよかったです。はい、まあ、そんな感じで、そんな商品を作っている、ね、まあ、社長ね、社長業をしてるわけですから社長業、忙しいでしょ最近。やっぱちょっとね、忙しくなって、なんか忙しそうな感じしてる。最近ちょっとね、忙しくなって、うん、はい、思いますね。どんな感じのスケジュールですか。ちょっと朝起きてから、あ、今日だった今日一日どんなスケジュール過ごすのかっていう。はいはいはい、うん、最近ちょっと早起きしようと思って、はい、前とか10時とかに起きてたんですけど、はいはい、7時半には起きて、お、はい、7時半に起きて朝体操して散歩して、はい、シャワー浴びて、はい、でなんか今日一日朝やることみたいなのを、はい、一通り決めて、で出社オフィスここ来て、はい、今日は9時半ぐらいで出社して、で日本外部のお客さんとかミーティングして、そう、ちょっと今そのし、地方の役所さんと一緒にやってる案件とかがあるので、はいはいはい、そういうのを外部ミーティングして、はい、でその後うちの内部の打ち合わせを2、3、1、2件やって、はい、でこの白井さんとこれね、お昼ぐらいこれお邪魔してるんでね、はい、はい、YouTube タイムやって、でこの後 CPA 新宿行って、はい、あの CPA ラーニング の、はいはい、あの会議、あ、そうですね、出ると。CPA の講師もあるんですよ一応 CPA の講師社長業しながら CPA の講師もしてるからねの会議出て、うん、で夕方ぐらいになんか有楽町でサイっていう結構大きいコワーキングスペースがあるんですけど、はい、そこのイベントに登壇するんで、おー、それがそこのコワーキングスペース行って、はい、でそれ終わった後メンバーとご飯食べて、うん、一日終わりみたいな。何時に寝てるんですか。多分でも今日は帰った後ちょっとまたメールとか返さなきゃいけないから、はい、1時とか2時とかじゃない。そんなもんの気がする。めちゃくちゃ多忙やんすげえですね。そんな感じ。よく生きてますね楽しいですけどね。あ、楽しいからできるんだね、うん、なんか最初の頃の方が辛かったんで、あ、仕事なさすぎた時の方が、はいはいはい、メンバーもいないし、お客さんもいないしって時の方が辛かったから、はい、今の方が、まあ、大変だけど同じ分以上楽しいかなみたいな。はい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 、はい、で、ちょっと撮ってきてくれたの。あ、今日撮りました。今日、あの Vlog ね、その多分 V、あの自撮り棒か、超恥ずかしい自撮り棒を買ってよく毎回、すごいですよね、やってるのっていやこっそりもらって見られるじゃん。そう、めっちゃ見られるから見られて、あいつ YouTuber だ感がすごい目で見られるじゃん。違う違う、クスクス笑われるそれやってきてください。めっちゃ恥ずかしかった。どんな感じで一日過ごすのかみたいな、はい、あ、じゃあちょっとそれ見てみましょう。はい、ぜひ。おはようございます。会計士の山健です。今日はちょっと人生初 Vlog ということで、僕の一日を撮っていきたいと思いますので、よかったら見てください。人がやるべきことに人が集中できるようにするために、うんうん、こちらのプロダクトを使ったか AI で作ったりしているのが、はいはいはい、うちの事務所。今日は CPA でまず打ち合わせをします。誰もいない。
一番乗りでーす。あ、やんないの結局。あれば。あ、そうなんだ。今何人くらい？恥ずかしい。食べてる人だね。動画か。こっち見て。こんにちは。皆さん、今日も山本健太郎 Vlog ありがとうございました。かわいい顔してます、ね。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。はい、というわけで、忙しそうだね、なんか、はい、まあこれ見てないんだけど、俺見たっていう振りでやるのかなと、見たっていう振りでやろうとしたけど、まあ無理だろ、あとで見るけど、あとで見る、まあ、多分忙しそうなんだな、聞いた感じだって忙しいし、いやいやいや見た感じもなんか忙しそうだったから、はい、そばの社長もしながら、CPA の会計学院の講師もしながら、人しかも人気講師、いやいやいや、知られたのは僕です、いやいや、全然、絶対持ってない。ムカつきだしたちょっと社員さんに、ね、みんなどう思ってるのかって聞いたら、確かにね、ボロカス言われるかもしれないですけど、そう、普段のね、見え方と違う、俺らは本当の CPA の山健さんしか知らないんで、 CPA のイメージはどんな感じなんですか。本当になんか優しそうな、なんかこう人気講師っていう、いや、みんな優しい講師って言ってるような感じだと思うんで、でも多分社長とかだったら多分違うと思うんですよね。あ、実はね、多分社員とか名乗ってるし今日目標は老基に一件通報する。ああ、確かに社員殴る蹴る人なら、これ見てる CPA の受講生はもう離れますよ。離れます。離れますよ。そこをかっさり行くっていう。あ、なるほど。じゃあね、そんな感じでちょっと行きましょうかね。はい。はい、案内しましょうか。はい、お願いします。お邪魔しまーす。はい、いっぱいいますね、ほんと。はいはいはい。ね、じゃあちょっと紹介していただきます。どういう人がいるかって。はい。はい、こちらの会計士税。こう会計士税なんですね。試験合格者の人たちが、大学生とかでインターンの。はいはい、はい、そうですね。見た感じ、ちょっとお若いですね。お若い感じです。はいはい、まだ20、21とか。あ、21とかですか。20とかも。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ若いじゃん。めちゃ若い。大丈夫ですか、いじめられてないですか。もうなんか、怯え切ったみたいな。5日目とかだから絶対5日目とか5日目なんですか5日目とか5日目でいきなり白井さんの YouTube でやってたはずそうそうそう、すごいね、でも頑張ってるねで、なんかちょっと見た顔があるんです見た顔があるあれ、この方は、あれ ES NEXT でインターン来てた方あ、そうです、 ES NEXT で非常勤で働きつつ、はい、おそばでもインターンとして働いてます。ここでも働いてどこでもインターンしてますねよくお会いしますねそうですね、よくお会いしますね、見たことあると思ってここは楽しいですか。あ、めちゃくちゃ楽しいです、ね、あ、そうですね、はい、山健さんどうですか、楽しいですか、この山健さんは楽しいです、楽しく働いてます。はい、あの受講生の時からずっとお世話になってて。あ、そうなんですね、その時からなんかこう周りのメンバーの幸せを本気で考えてくれてるところから本当かすげえ、めちゃくちゃいいこと言ういい社員ですね皆さんこれ仕事何してるんですか、お仕事。で今彼らがプロダクトの作ってるって、はいはいはい、もう本体のプロダクトを作ってて、この画面にあるのがうちのプロダクトなんですけど、はいはいはい、こんな感じのやつですね、こんな感じ で、 こんな感じ でまずチャットがもう出てきて、自動でこう、はい、会計事務所がやるのかと、はい、普段会計事務所が人でやってるのかと、はいはいはい、自動でやっていくんです、はい、あ、チャットが自動でやってくれるんだ、そうです、はい、すげえ、はい、こんな感じで、それを作ってらっしゃる、はい、作ってらっしゃる、はい、素晴らしいですね、まあ、5日目です、ね、5日目、ね、最初の4日間ぐらいで超大変な研修があって、はいはいはい、そこで専門知識をガッて全部入れて、はいはいはい、で今日はその5日目6日目ぐらいから実際にプロダクト触って作ったりとか、はいはい、中身のチェックしたりとかを、はいはい、地獄の、ね、研修を抜けた方がこの2人なんですよ、はい、あと何人も倒れてきたんですよ選抜された2人ですね。勉強大変だすげえな。すごいな、会計士でね、すごいですね、本当に。頑張ってくださいね。はい、お邪魔しました。どうも。ありがとうございます。どうぞ。こんにちは。緊張してます。表金者ですか。はいはい、公認会計士の方ですか。あ、はい、一応試験受かってはいるんですが、はいはい、まだ修了講座受けてないです、ね。ああ、そうなんですね、はい、試験受かってここに入ったんですか。あ、そうです。仕事するの楽しい、やっぱなんか自分が頑張ったことが会社の成長につながるってこう、なんかもう
はあ、いいこと言う社員ばっかり。ヤマケンさんのいいところってあります？ヤマケンさんのいいところ、まあ、まず一番思いつくのは、もう背が高い。背が高い、そう、高いんですね、これ。何センチですか、何センチですか、何センチですか。180。いや、確かにね、スラッとされてますね、はい、本当もうね。いいところ、まあ、正直もこんなもん、はい。あ、外見外見のみ、はい、っていうのは嘘で、はいはいはい、なんか挑戦することに寛容というか、はいはいはい、会社にとって一番いいことと、はいはいはい、自分の成長にとって一番いいことを同時にこう叶えようとしてくれて、はいはいはい、なんか僕らとしてもこれやりたいですっていうのがやりやすいのはすごいいい感じだな、はいはい、あ、そんなことをさせてくれるんですね。テレテレテレ、これ恥ずかしい、恥ずかしい。みんなの前で褒められるっていう。じゃあちょっとここをやべえなっていうところあります？こういうのってすぐ可愛いこぶっちゃうんですよ。あ、皆さんの YouTube とかで。ああ、僕もそう、そう、鼻につくんですよやっぱ。可愛いこぶってますよね。そうなんですよね、そこが気になってます。僕も気になってます。っていう社員のポイントがあるんでね、はいはいはい、気をつけてくださいね。CPA でもその顔を見せないでください。やりづらいわ。はい、というかね、可愛いヤマケンさんでした。どうもありがとうございます。はい、これはもう紹介していただけますか。こっちがデザインチームで、デザインチーム、デザイナー陣ですね、はい、あ、デザイナーの方々もいらっしゃるんですね。デザイナーが入って5名ぐらい。あ、5名もいらっしゃるんですね、はい、あ、それでプロダクトのデザインをやっていただいてる。あと今彼がやってるのが、この間うちの技術が特許を取ったんですけど、お、その特許のリリースの、はいはい、今こう記事を作ってもらったりとか、はいはい、プレスリリースみたいなのを今ちょっと彼が、特許も取れるような会社なんですね。特許取っちゃいました、この間。すげえですね。ね、デザインチームもいるっていうね、特許取得、はい、で、こっちは、こっちは、特許があの、ピープル&カルチャーっていう、はい、うちの組織文化とかを作っているチームのリーダーで、はいはい、もともと心理カウンセラーで、心理系の専門の子で、っていう感じで。あ、心理カウンセラーで人事の今仕事をされている。そうですね。あ、すごいですねやっぱ。なんかいろんな人が集まってますね。なんで人事っていうよりもより文化作りみたいな、うんうんうん、どういう気持ちでみんなで働いてもらうべきかとか、はいはいはい、そういう価値観とかそういう情勢をやってくれてる。うん、仕事は楽しいですか、ここで働く？あ、そうですね、なんかもう創業したてなので、はいはい、初めてというか、うん、あの更地みたいな。あ、やっぱり自分たちが作った施策が一個一個、はいはいはい、あの実行されていくのはすごく楽しいなって思って。ああ、いいですね、はい、山健さん大丈夫ですか？山健さん結構やりやすいですか？おおむねですね。で、半分はちょっとって言って。おおむねって、おおむね。めちゃめちゃ含みのあるね。その含みの部分、なんかこれ山健やべえぜってやつあります？なんか、はい、言いそうで怖い。がっつり放送できないやつをガッて言う。適当なところ。あ、適当なところですね。会議室なのに事務作業が全然できないと。事務作業マジでできない。事務作業できないんですね。メールとか信じられないぐらいたまる。あ、一番できない説もある。ゆいちゃんがいなかったらもう結果的に秘書さん的なことをやってくれてる時が。メールを早く返してほしいってことですね。そうね、気をつけてほしいですね、本当に。はい。いいところなんかあります？言いたいですか、なんか。いいところ。あんまねえのかよ。一応聞いてみましょうか。一応ね。あります？優しいところ。優しいところ。一番薄っぺらめちゃくちゃ薄かった。あ、でもありがとうございます。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。こちらは会議中で、あ、会議中、はいはい、グロースチーム、プロダクトをこう伸ばしていく、はい、まあ、セールスとか CS のところのチームで、うんうん、彼はデザイナーで、はいはい、役員でもあり、2人とも役員なんですけど、あ、役員、デザイナーのトップと、はい、あのカスタマーサクセスのトップ、はいはいはい、多分何かしらの議論をしてる、何かしらの議論をしてたっていう。でもあの CPA カレッジ出てましたね。結構ね、やっぱまだ出演で。いっぱい出てる人がいるが。じゃあちょっとね、あの今日はですね、あのヤムケンさんのいいとこ悪いところをね聞いていこうっていうところなんですけども、いいところいきましょうか。ヤムケンさんのいいところ、役員の目から見たらこう、いいと、多分あのメンバーのみんなが今話してくれたと思う。僕はあのヤムケンさんのお母さんのいいところ。
素敵な山県さんを産んでくれたお母さんのいいところ、あのそばってめちゃめちゃお菓子とかジュースが充実してるんですけど、うん、山県さんのお母さんが断るためにご中元とかで、ね、お菓子とかジュースくださるんですよ。すごいいい人。あそこも最大限に敬意と、はい、もう感謝したい。新しい切り口。切り口が斬新すぎる。いつもいただいてる。確かに。でもこのまま帰ってありがとうございます。メンバー一応助かってます。じゃあ逆にじゃあまあそんなお母さんがいいといいところありますけど、山形さんここやべえなっていうところなんかあります？それはやっぱね最年少で。最年少でずっといますね。いやなんかたまに山県さんなんか喋りかけづらい雰囲気出してる時あるんですよ。お画面にすごい集中して、はいはいはい、なんか普段は結構明るくてオープンなんですけど、そうですね、うん、たまになんかそれとかをぶっちぎってなんですよ。なんかそういう時話しかけづらいなと思ってちょっと後ろ回って山県さんのパソコンの画面見ると、はいはい、バスケの試合見ててバスケの試合で点決めたらよっしゃって言ってて、そしたらクソ仕事じゃなかったね。そうね、バスケ大好きな人だからね。仕事中にそんなの見てるね。ネタ半分はシーズンがあるんで、はいはいはい、ちょうどこの間始まったんですけど、はいはい、だから半年は大体夜7時から9時は話しかけづらい、はい、で不機嫌なオーラ出してでも勝ってたら、はい、もう夕飯おごっちゃうよみたいな。勝ってたら優しいんですね。勝ちになったらピザ頼むかとか。確かにね。寿司だ。その時に顔色を伺わないで。あ、だからそこがね、やっぱり、ね、直してほしいってことですね。はい、というわけでね、はい、その辺ね、もう今日いっぱいこう、はい、あったと思うんで、はい。バスケのね、そう、機嫌のところ直してほしいとか、はい、可愛い子ブルーとかいっぱいありましたけど、はい、気をつけてくださいね。やりづれよこれ。はい、そんな感じでもう取れたから十分だと思うんでね、はい、はい、もう僕は帰ろうと思うんで、はい、はい、ちなみになんか最後一言なんかあります？視聴者に向けて、視聴者に向けて大好きですよともいいんですよ。はい、やばいやばい、何にも考えてなかった。何か。まあ、そんな感じで楽しくやってるところですね。はい、楽しくやってるところですね。はい、ぜひ。はい、というわけでね、はい、よかったらね、そば使ってくださいね。あ、そう、使ってください。はい、はい、そうですね。もし働きたい人がいたら、おお、ちょっと興味ある。募集もしてるんですね。はい。あ、よかったらぜひ。もう経歴と何も問わないですね。何でも大丈夫です。何でもないです。いろんな経験の人いますからね。はい。はい。じゃあそんな感じで、はい、では今日はありがとうございました。